お、アイスキングじゃねえか。そう、少しスランプ気味で、リンクスでなかなか勝てなくなっちゃったから、今回はアイスキングに来てもらったよ。どうもー、アイスキングよ。え？なんでおねえなの？あら、何よ。キングだからっておねえじゃないとは限らないでしょ。そうよ、アイスキングは心は女の子なのよ。嫌なんだよその設定。あら、あの子は、私が監禁していた子。ダメじゃないのよ逃げ出しちゃ。あなたは私のペットなんだから。あれがペットって、どんな趣味してんだよ。ご主人様を前に、動けなくなってたわね。どんだけのトラウマを植え付けたんだよ。てか、武器のラッピングが可愛いな。でしょでしょ、可愛いでしょ。乙女心をくすぐるわよね。そのいかつさで乙女心とか言われてもな。こらマリサ、人を見た目で判断しちゃいけないよ。アイスキングちゃんは、キングだから仕方なくこの格好をしているだけで、本当はフリフリのスカートが履きたいのよね。そうなの？あら、私の後ろにまだ誰かいるわね。おねえだからって、この後ろは簡単には渡さないわよ。なお、キングとしての自覚はしっかりある模様。本当はクイーンが良かったけどね。この後ろ、降りるのが大変だから、一つだけバルーンをつけたわよ。それにしても、やけに回復アイテムたくさん持ってるな。アサルトなくて大丈夫か。いいのが見つからなかったのよね。そうなのよ。残念なことにね。でもいいわ、一人倒して、その人から奪い取ればいい話よ。あら、ちょうどインターネットがいるわ。ん？あらやだ、変な声出ちゃったわ。霊夢だったらオラーとか言ってるとこだけどな。でも、これでちょうどよくスラープジュースを消費して、青アサルトをゲットできたわね。ジャンプパッドも結構嬉しいわ。さて、バルーンで下に降りてるわ。みんな、今撃ったら嫌よ。アイスキングちゃん、スカートじゃなくてよかったわね。スカートだったら、めくれちゃうからね。確かに。マントはめくれてるもんな。てか、このマント、風の方向に沿ってなびくんだな。細かいことだけど、こういうとこの作り込みすごいよな。確かに。言われてみればすごいことね。あら、遠くの方に、かわいい子猫ちゃんがいるわね。あたしの目はごまかせないわよ。おっと、でも相手も気づいたわ。残念。収作戦は失敗ね。やだ、めちゃくちゃ無条件中開けてくるじゃないの。でも、こうなったらもうおしまいよ。うわぁ、やっぱりバルーンポンプ強いな。結構危なかったけどね。でも、ジャグジャグ持ってるから許すわよ。あら、あんなところで焚き火の煙。ダメじゃないの、雪が溶けちゃうわ。お、多分今出てきた人だな。よし、バルーンでそーっと近づいて、一気に倒すわよ。いやん、ロケランなんか構えちゃって。でもそんなのは当たらないわ。もう、危ない女だったわね。ロケランはもらっていくけどね。あ、また敵よ。やあね、雪なのに露出の多い服なんかって、絶対にあざとい女よ。あたしはそういう女が嫌いなのよ。女子に対しての方が当たりが強いアイスキングであった。やだ、アイテムをあさりに誰か来たみたいね。イケメンだったら嬉しいんだけどな。男を探そうとすんな。建築の中にいるはずよ。あらやだ、また目障りなメスじゃないの。そういう子にはあたしのロケランを見舞ってあげるわ。あの、当たっていませんけど。よ、ちょっと手が滑ったわ。まあいいわ、こうなったらこれで。そしてこのがバレームである。でもなんか、あの子全然反撃してこないわ。それなら、あたしがゆっくりと痛ぶってあげれるわ。ほらほら、出てきなさい。っていうかあれ、霊夢が初めて課金して買ったスキンだよな。うん、なんか懐かしいね。さあ、敵はどこなの？残り8人か、でもあんまり見つかんないな。まさか、あたしの後ろにいるなんてこと。あったわ、嘘でしょ。うわぁ、めっちゃ撃たれてる。おい、まずいぞ。やばいわ、ロケラン当てないと。もう、もう、危ないじゃないの。マジで終わったと思ったな。まったく、危険な子だったわ。結構ダメージも食らっちゃったから、マックスまでは回復できないわね。バルーンも割られちゃったから、もう一回付け直すわよ。やった、今度は黄色と赤ね。クマちゃんのイラストもついてるし、テンション上がっちゃうわ。マジで乙女みたいなこと言ってるよ。あら、そこに誰かいるようね。あれは、ピンクのクマちゃん。かわいい、けど上から攻撃させてもらうわよ。あたしと一緒に遊びましょう。絶対こんなやつと遊びたくない。あらやだ、結構上まで建築してくるじゃないの。まあ、あたしはバルーンつけてるから。
簡単に上に乗れちゃうんだけどね。あ、下に降りてったみたいよ。どうやって打開するか。まあいいわ、そんなに焦ることないわよ。他にも敵はいっぱいいるんだからね。確かに、いろんなとこから銃声が聞こえるな。一旦武器をリロードして、クマちゃんがいそうなところにロケランよ。うわぁ、バルーンロケランは、本当に大悪なんだぜ。あ、また不正できたわね。建築は盛大に壊しているが、攻撃は当たってないんだぜ。しぶとい子ね、今度こそ当てるわよ。ダメだ、また少し遅かったんだぜ。あら、私たちの遊びを邪魔する子がいるみたいね。まずはあなたからよ、ぐらいなさい。あの人は上に注意が向いていなかったから、あっさり倒せたな。さあ、ピンクマちゃん、今度こそ私と遊びましょう。アイスキングちゃん、頑張って、また建築で囲ったようだぜ。今度は待ち伏せ作戦よ。出てきたところをコンパクトタグマシンガン。ふう、やっと倒せたけど、別のところから撃たれたわね。結構体力削られたわ。誰なの、そんなことする子は。お、すかさずロケランで一発当たったな。これでこっちの方が有利になったはずね。でも問題は、ロケランの弾が、あと一発しかないみたいね。適当に撃つことはできないわ。確かに、使いどこを見極めないとな。な、相手さんさらに上固めてきたわ。やだ、これじゃ撃てないじゃない。でもいいわ、それじゃあこっちも一旦落ち着いて、その辺のデカポで回復するわよ。あ、倒されたみたい。あ、そこにいるじゃない。なかなかいい男じゃないの。あたしがたっぷり可愛がってあげるわ。ロケランヒット、これは圧倒的に無理だぜ。よし、最後何発か当てれば勝てるわね。あ、よ、当たんやーん。うわぁ、今のは悔やまれるな。地味にあと1キルで、最多記録更新だったのにね。でも最後、いい男に倒されて気持ちよかったから OK よ。どうしてもビクロイ取りたいということなので、アイスキング、泣きのチームランブルなんだぜ。ということで、アイスキングちゃんがバルーンつけて頑張る様子を、ちょっとだけご覧ください。これよこれ、これがやりたかったのよ。ということで、最後にお茶目な一面を見せれたアイスキングでした。皆様に、素敵なお知らせがあります。2月8日から2月23日まで、フォートナイト、愛のお裾分けイベントが開催されます。期間中、アイテム購入時にクリエイターをサポートすると、ご覧のラブリーハートのラップが、無料でもらえるみたいだぜ。めちゃくちゃ可愛いわよねこれ。ぜひ、当チャンネルのサポートをよろしくお願いしますなんだぜ。期間中、皆様がサポートしてくれたら、私たちもいつもよりかなり多くのサポートが受けられます。視聴者様にとっても、クリエイターにとっても、両方にメリットがある、エピック様からの愛のお裾分けなんだぜ。さすが神運営。ということで皆様もぜひ、私たちに愛を分けてください。そして、このラップを無料でゲットしちゃってくれ。よろしくお願いいたします。皆さん、
ん、最後までご視聴、ありがとうございました。この動画を見てくれた方に、おすすめの動画を貼ってみたよ。ぜひぜひ、そちらの方もチェックしてみてね。チャンネル登録も、まだの方は画面上のアイコンからできるから、どうぞよろしくお願いしますなんだぜ。それじゃあ、また別の動画でお会いしましょう。まったねー。